はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ピーマンです。はい、今回からですねレジェンド目指して、マイライフの方ですね、実況し始めていきたいと思います。ね、これから出していくのでもしよければ見てください。ね、憧れの選手はイチロー選手なのでね、イチロー選手のようにまあヒットを量産してね、まあ大事な場面ではきっちりなんか打って、打つような選手になりたいなと、うん、思ってるだけね、うん、なれるんじゃなくて思ってるだけね。はい、これから始めていきたいと思います。チームはですね横浜でございます。横浜 DeNA、 なぜかマイライフするとき毎回横浜に入れる。特に好きじゃありませんよ、横浜特に好きじゃないんですけどね。はい、守備は、打者での挑戦ですね。外野手で、データの方見ていきましょうか。うん、自分のデータ、はい、今現在このようになってます。うん、打法はオリジナルの6、うん、右打ち、あ、右投げ左打ちね、うん、はい、能力このようになってます。内安打丸、送球マイナス2かな、これで弾道2、ミートE、パワーがちょっと欲しかったんだよね。ちょっとマイライフ最初弱すぎるよね、これ。プロ野球選手じゃないもん、これ。こんなんでスカウトされるんだったら俺もプロ行くわ。はい、その他 G、F の、こんな感じですね。うん、まあ、ひどいんですけどね。これからね、レジェンドになっていきたいと思います。うん、じゃあやっていきましょう。もう、初っ端、オープニングじゃない、なんて、オープン戦ですね。オープニング戦、から挑戦。うん。相手はファイターズだ。バッター、斎藤佑樹ですかね、これ。持ってる男ね、自称持ってる男ね。うん、知っとるよ。知っとるよ。今、現在2軍でね、頑張ってるんですけど、多分この方はね、ガチで持ってるんでね、何か、あるんじゃないでしょうかね。またまた復活してくれることを願ってるんですけどね、僕自身としては。マー君がすごい活躍ですからね。うん。絶対復活します、この男。かけましょう。うん。ピーマン持ってるからね。ピーマン自称持ってる男だから、わかるんだよね。こいつは持ってるっていうのが。どっちでもいいわ。さて、3番打者ですかね、ヒット。打っていきたいと思います。オープン戦となりました。うん、山手球場。お、しょっぱな来ました。スタメンでの登場。おい、ピーマン、これかっこいいでしょ、この髪型。ピーマンっぽいよね。うん、オーケー。CP の難易度は普通ですね。おい、なんだその微妙な当たり。ロックオンなどはないです。すべてマニュアルでのプレー。なんだ今の当たり、やっぱパワーがないんだね。ランナー一塁、奥井絶対進めるよ。奥井お前好きだからね、俺は好き奥井のこと。流し打ち、ダメだね、やっぱパワーがない分飛ばないね。もう完全なボール球、カウントは2ボール2ストライク。投げた。お、いけいけ。あ、無理か、無理無理。オッケー、そう、オッケー。外野手は前の方に守備位置を取りました。なめんじゃねえ。オッケー、ナイス、オッケー。いいね、俺ね、こういう当たり好きなんですよ、僕個人的に。ヒットっていう当たりじゃない、ヒットっていうのが好き。オッケー。まあね、きっちり結果残してね、一軍アピールできたらいいなと思うんですけど。投げました。ボール低め、低め外れて2ボール。これは引っ掛けた。キヨ。オーケー、オーケー、オーケー。1、2塁間ライナーで破った。へい、2安打目。オッケーだね。ランナー1、2塁投げました。見送ってボール。相手体力ないよ、もう変えたれよ。投げました。打った。これはうわー、無理か。今の3塁ランナー進めるだろう。おかしいよね、なんで進まないの。猛打賞行きたいね。ピッチャー変えたれっつってんだろ、いくらなんでもかわいそうだ。今の当たりはこれが限界っぽいね、多分これ以上飛ばないと思う。外野手は前の方に守備位置を取りました。入ってる今の。低いような気がするんだけどな。お、来たね、ディフェンスポイント。ピーマン打つよ。第9投げました。初球打ち引っ張った。オッケー、落ちろ落ちろ。オッケーオッケーオッケー。お、いいんじゃないこれ。いいんじゃない、ヒット。1点。オッケー、1点入りましたね。1打点。ツーベースヒットを放ちます。今日大活躍、猛打賞、打点1つきましたね。うん、8対2、余裕の勝ちですね。さて本日のヒーローは
泉田4打点の活躍すごいね。いつかこんな活躍してみたいんだけどね。オープン戦での1試合目なかなかいい結果な残せたんじゃないでしょうかね。うん、かなりいい結果だよね。うん、やっぱちょっと普通は弱かったかな。6打数3打1安打、1打点の打撃結果だった。ピーマンス今日はすごい活躍だったな。 OK、 開幕1軍できたらいいんですけどね。ちょっと難しそうだな。休もうか。ちょっと体力ピンチだ。休もう。これね、前回はね、前回の2012年のパワープロ君にはね、マイライフメッシ機能がついていたんですけどね、今回はもうその機能が完全なくなりましたね。こうメッシを食うとそれ分能力が上がるみたいなあったんですけどね、かなり不評だったらしくね、なくなりましたね。あれはないもんね。だってハンバーガー食ったらパワー10上がるんだよ。どういうことだよ。10っつったら、まあ、パワー E の選手が D になったり、D の選手が C になったりしますからね。どんな、ハンバーガーそんなすごいのって感じなんですけど。はい、じゃあ開幕、オープン戦2戦目ですかね。やっていきましょう。西武ライオンズですね。この球場だったらね、ちょっとホームラン狙えそうなんだけどね、やっぱパワー G は無理だ。見え張るのやめよう。はい、ピーマン。菊池、お、菊池雄星ですね。投げた。ストレートに乗ってストライク。初球まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球。初球ストライク入ってる今の。なかなか厳しいコースだね。投げた。打ちました。オーケー。今のうまいね。流し打ち。ヒットを放ちました。一打同点のチャンス。お、ランナー1、3塁。投げた。初球から。同点のチャンスですか。第2球。やばい、チェンジアップが全然打てない。第3球を投げた。一つ危ねえ。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。落ちろ落ちろ落ちろ。オーケー、落ちた。オーケー。まあパワー G ならではのヒットですね。今のちょっとパワーあったら今のヒットはなかったなと。オーケー。川崎。第9投げた。初球打った。あー、正面すぎたね。これでツーアウト。正面。一打同点の場面を迎えています。お、来たねこれ。ピーマン打つよ。投げました。ピーマン持ってるからね。大きく外れました。投球これから2球目。2球目は真ん中。この逆に真ん中が打ちにくいっていうね。この真ん中やめて、本当に打ちにくいから。次が4球目。投げました。オッケー。平行カウント。第5球投げました。空振り三振。 Oh my god、 Oh my god、 二塁までランナー。サークルチェンジとかやめて。もう何その変化球。試合終了。はい、負けですね。まあ個人的にあの場面で打てなかったのがかなり痛いですね。サークルチェンジとかなんだよこの野郎って感じなんですけど、早くね、ちょっとね、この2軍にもね、打率とか防御率のね、機能がついてほしいね。表示されてほしいもん。やっぱあれマイライフやってるなって感じするもんね。パワーが1上がった。個人的にはついてほしいんですけどね。うん、 OK。 やっぱパワー G ということなんでかなり上がりますね。うん、3月9日流れる景色の真ん中でか。 OK。 はい、これが多分最後、オープン戦最後の試合ですね。楽天戦。ピーマン2番打者での登場。でも今のところね、非常にいい活躍を見せてますから、これ開幕ありかもしれません。ドラフト1位で、ドラフト6位での始まりですからね。これ1位だとまた評価が違うんですかね。評価がまた最初から高いんですかね。まあ、この選手がドラフト1位で入ってきたら、その球団のスカウトもうやめちまえってことなんですけどね。お前サボってるだろって。ガチで切れるよ、俺は。おかしいもんね。こんなんがプロ野球選手になれるっておかしいよ。
中学生の方がまだ強いかもしれない。各選手の調整が気になるオープン戦となりました。多分これで最後3戦目。長い第9投げました。ストレートはボール。いいとこ投げてくるね。投げましたボール。これは完全なボール球。カウンター2ボール。第3球ファール。うん、負けてるね。第4球を投げた。負けてる。力負けしてるね完全に。投げた。落ちろ落ちろ。あー取るか。今の今の取る。今の取らないでしょ。おランナー一塁三塁チャンス。これピーマン打ちましょう。投球これから2球目。オーケー落ちろ。オーケーオーケーオーケー。入った入ってきた。二塁いけるね。二塁いける。オーケー1点。今大活躍ですね。おい、はい、またまたチャンス満塁。第9投げた。初球から打った。投げろ。オーケー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 。2打点目。よかったね。今のはちょっと抜けてくれた。あのちょっと CP の難易度によっちゃ今の取られてるよね。第9ホームラン行こう。投げた。ポーン。フラフラっと上がった打球はピッチャーフライ。見事に力負けというかミント自体が合ってなかったね。今猛打賞行きましょうか。おーもうボロ勝ちっすね。とりあえず猛打賞3本目のヒットをね打って。第2球投げました。絶対痛烈。オッケーオッケーオッケー。綺麗な当たり。オッケーオッケー。抜けた抜けた抜けた。エラー。誰だ今やった。そして今拾い直進まない。 あのね走塁の方はねオートにしてるんでね、今んとこね別にそう走が速くないんでね、する必要ないかな。1回17投げました。1回17ってすごいね。1球目空振りから第2球。もう長いいっちゃってんじゃん。完全アヘってんじゃん。投げました。ホームラン狙おうか。第4球を投げました。逆に打ちにくいんだよね。あの構えたところ来ないから。第5球投げました。ほほほほほ。まさかの三振。すごいよ。7回だけで13点入ってるからね。18対1、これピッチャーメンタル折れたろ。いじめんな。すごいわ。どんだけだよね。すごかったね、この試合。長い完全いっちゃってたもんね。こう、天仰いでたもんね。さて3戦目が終わったということで、まあオープン戦の方終了。これでピーマン開幕1軍が決まります。今日は6安打3、6打数3安打2打点の打撃からだ。ピーマン今日はすごい活躍だったな。調子が上がった。疲れが溜まった。いろいろ経験値が上がった。2軍評価頼むよ。今日のオープン戦も終了して来週から開幕だ。開幕まで体を休めて、しっかり準備をしておくように。解散 OK。ピーマンオンプ戦の計画開幕1軍で使うことにした。オーケーオーイエーイ。まだ喜ぶのは早い。本当の戦いはここからだ。まずはベンチスタート。代打の切り札。ミッションクリア。はいオッケー。開幕1軍デビューへクリアしました。ピーマン1軍かよ。マジかよ。悔しい。ありがとう。奥井は本当にねいい友達。いいね、奥井は。あのどっかのメガネかけたあのなんていうのド変態とは違うね。なんだ間違ってお出かけって押したんだけど、何これ、何この機能、意味不明なんだけど、ま、適当に行こうか。この辺行こうか。商店街で遊びます。よし商店街行こう。しょっぱな遊ぶってね。さあどの店に行こうか。不動産や来年オープン予定。ブラブラ歩こうとりあえず。あいやお兄さん悪いね。例のチビを今日もまた来てちょうだい。それで終わりっすか。マジっすか。勘弁なさって。ピンポンガチャ。あピーマン今日は何の日か知ってるよな。うん、友人の誕生日。友
友人だってお前会ってまだ2週間くらいしか経ってないんじゃない？ 2 ヶ月くらいか。はい、練習しましょう。パワーを上げてね。お、パワー1上がった。オッケー。開幕1軍デビュー来ましたね。お、開幕は中日戦ですか。ドラゴンズ戦。いいね、この BGM 華やかな。よーピーマン、いいこと教えてやるぜ。この町には本屋は、この町にある本屋は俺の行きつけの店なんだ。頭を鍛えないと。俺になって本を読んでみたらどうだ。はい、こんにちは。司会の福田です。長谷川です。これあれいらない？おもてなしの人じゃない？違う？似てるよね。なんか似てない？気のせいかな。気のせいなような気がしないんだけど。お、パワー F になりましたね。うん、パワー F 来ました。はい、じゃあ初の、一軍戦やっていきましょう。一軍戦はね、打率など出るので非常に僕も結構楽しみなんですけど、もちろん一軍戦代打で結果を残せなかったら即ね二軍へコンバートですから、ね、結果きっちり残してね、一軍に留まって、そしてスタメンを手に入れるんだい。ん？ OK。 きっちりね結果残そう。バントでもいいですからね、別にヒット必ず打てっていうことじゃないですから。でも名古屋ドーム広いからな。めちゃくちゃ広いよねここ。いよいよ2013年のプロ野球ペナントです。 OK。 セリーグ開幕戦、中日でドラゴンズ、横浜 DeNA ベイスターズ。ちょ来いよ。うわ負けてる。ボロ負け、ボロ負け、うそん。楽天戦の、お来たね、アタックポイント。ここで打つとね、今なかなか大活躍です。田島、やっぱ球のキレが違うね。第2球投げた、スプリットに送ってストライク。第3球を投げた、落ちろ、平凡な当たり、落ちた、いいんじゃない、いいんじゃない、いけるいけるいける。オッケー。誰、そーん、誰だ今のアウトになってやつ。おい、ちょっと待ってくれ。7回の表が終わって、今アウトになったやつ誰だ。ゲームセット。あー負けましたね、開幕戦。でも僕自身としてはね、ヒット1本出たんでね、まあ監督にかなりアピールできたんじゃないでしょうか。アタックポイントで打っとるからね、こっちは。あと二塁のやつ足遅すぎだ。今の帰れるぞ。波の選手なら普通に帰ってるぞ。ということで、まずいい結果、ヒット1本残せましたね。ん、今日は1打数1安打だった。ピーマン今日は中田から活躍だった。名古屋ドームでシングルヒット記念トロフィーを手に入れた。チームは2桁失点の大失敗、大敗だった、こんばんは、パワフルスポーツです。完全おもてなしの人だね、ベジタルのピーマン。そんな興味なくね、そんな全国ニュースで言うこと、ベジタルのピーマンがヒット打ちましたって、そんな重要なことかな、思うんだけどね。はい、じゃあ2試合目いきましょう。今回ね、中日戦の方をプレイして最後にしたいと思います。3試合出れるわけですから、3試合すべてヒットをね狙って、おもてなし、おもてなし、なんで今やったのかよくわからないんだけどね、これいいよね、おもてなしの。なんでやったんだろう今。いい。はい、第2回戦。今回ね、今回もヒット。そしてチームはね、勝利してほしいんですけどね。おー、負けている。おー、勝ってるね。余裕で勝ってる。5対3だったかな。うん、ピーマン来たね。打率10割かな。第9、内村、走った。走るな、勝手に。1球目ファウルから1塁ランナー出た。あ、ごめん、振るの忘れてた。 OK、 盗塁成功。内村今シーズン初盗塁を決めました。打ちました。 OK いいんじゃないこれ。 OK、 これいいね、足速いし余裕だ、余裕のセーフ。3対6。イエーイ、ピーマン1打点。ピーマンまた打点がついちゃった。お、2打席目。
第9位初球を打ち、あー失敗した、ゲッツーまずい、あーまあ進めたからいいか、オーケーいいね、6対4、お勝ちましたね。はい、僕個人的にはね、ヒット1本1打点というわけで、はい、また打点の方がつきましたね。1軍では初の打点。うん。OK、ナイスピーマン。これいいね。スタメンももうほど遠くないんじゃないかな。今日は2打数1安打1打点の活躍だった。今日はピーマンすごい活躍だったな。調子が上がった。本当にありがとうございますよ。こんにちは、パワフルスポーツです。だからそれ重要かな？俺なら全然気にならないけどね。ベイスターズの新人がヒットを打ちました。どっちでもいい情報だろう。いいね、あの打点のところに位置がついてるのは。今、一軍にも慣れてきたか。まだ2試合目だぞ、バカだれ。しばらくは、あの間、お前には大事な場面での、代打。代打の切り札になりましたね。ミッションスタート。代打の切り札になれ。OK。ピーマン最近好調だな。お前めっちゃ流暢な日本語喋るな。俺より日本語上手じゃねえか。はい。ということでね、最後になります。今現在だ。いいね、あれ。打点1ついてますね。打率6割6分7厘。最後。中日戦最後ですね。はい。モーガンがめっちゃ流暢な日本語喋って今のは面白かったね。ピーマン、お前には譲らんからなって絶対言わねえだろ、お前。一瞬ブランコかと思ったら違うかったわ。モーガンあんな顔してたっけな。面白外人だよね。そして実力もあるということで。かなりすごいよ。開幕はね、ちょっと、開幕からちょっと中盤までは悪かったんですけど、中盤から終盤にかけてものすごい打ちましたからね。行きましょう、ピーマン。はい、セ・リーグ公式戦第3回戦、代打の切り札での登場ですからね、ここぞという場面で出れます。4対3、お、来ましたね。中田マウンドを降りまして、ここでマウンドに上がったのは岡田、今日2人目のピッチャーとして登板です。 OK、 打つよ。プロ入り初登板ですか。いいでしょう、新人対決。第2球、第3球を投げた、打った、 OK、 抜けろ、 OK、 ナイス。はい、センター返し、ヒットを放ちました。お、第2打席目来ましたね。第9、初球抜けろ、 OK。 はい、というわけで2安打ということでね、試合終了。ベイスターズ1点。またまた今日も活躍しました。気持ちいいね。かなり気持ちいいもん。これはね、開幕1軍の方も近いんじゃないでしょうかね。はい、というわけでね、これからマイライフの実況で、やっていきたいと思います。レジェンド選手目指してやっていくので、もしよければ見てくださると嬉しいです。じゃあまた次回はですね、次回もまたプレイの方していきたいと思いますので、見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。レジェンドなるよ俺は。